動画をご覧いただきありがとうございます。今回は愛着障害、アタッチメント障害が楽になる一つの習慣と題してお伝えをしていきます。まず愛着障害、アタッチメント障害という症状は幼少期に母親とか養育者に対してですね、愛着関係がうまく築けずに、その後の人間関係とか、社会生活においてですね、生きづらさや苦しみを感じているのが、愛着障害、アタッチメント障害という症状になります。要はですね、幼少期の頃に、うまく愛情を注がれなかったとか、愛着形成ができなかったことによりですね、生きづらさを抱えている症状が愛着障害という症状になります。このですね、愛着障害、アタッチメント障害が楽になる一つの習慣としてですね、自分を受け入れることになります。実はですね、自分が、受け入れてほしい人って実は一番受け入れてほしいのは自分自身でもあります。つまりですね、もちろん幼少期にですね、母親とかですね、身近な人から愛される経験って非常に大事なものでもあります。ただですね、それがなくてもですね、後天的に自分で自分を受け入れて、自分で自分自身を愛していくことでですね、それを補うことは可能ですからね。ですから、愛着障害とか、アタッチメント障害の方はですね、この過去のですね、愛着関係がうまくいかなかった事実は変えることはできないですからね。過去っていうのは、過ぎ去ったと書くようにですね、過ぎ去ったものですからね。それはある意味でこう、受け入れるしかない部分がありますからね。逆に言うと、受け入れるとですね、過去もですね、問題じゃなくなるからですね、そこを生かすことができますからね。つまりですね、愛着障害、アタッチメント障害があるからこそですね、自分自身を受け入れることの大事さに気づくことができてですね、本当の意味で、自分で自分を受け入れることができるようになるとですね、それが本当に求めている、愛情でもありますからね、自分で自分に対する愛情でもありますので、そういった意味でですね、過去の愛着障害の経験をですね、受け入れることで、そこから学んでですね、生かすことができますからね。ある意味でそのためにですね、愛着障害とか、アタッチメント障害が発生していると言えます。ですから、愛着障害とかですね、アタッチメント障害は実はですね、敵ではなくてそういった意味で味方だと言えます。そういった経験があることで、本当の意味でですね、自分を受け入れる自己需要、自己肯定感が高まっていくことにつながりますからね。それがですね、今後の生活していく上でですね、生きることが楽になるポイントにつながっていきます。そういう意味でですね、まずはですね、過去の愛着関係がうまくいかなかったですね、過去を受け入れることですね。そうすることで、それを活かしてですね、学んで、生かすことができますからね。反対に否定するとですね、そこから学ぶことができないですからね。学べないから生かすこともできないですね。いつまでもですね、否定して苦しむことになっていきます。ですから、まずはですね、過去のですね、愛着関係がうまくいかなかった過去をですね、受け入れることがまず大事になっていきます。その上でですね、自分自身を受け入れることですね。本当ですね、自分が本当に愛してほしいのは自分自身ですからね。そういう意味で、周りにこう、人以上に愛を求めるんじゃなくてですね、まずはですね、自分で自分を愛することで、自分で自分を満たすことができますからね、そうなることでですね、その愛をまた周りにも分かち合うことができますからね、そうなることでまたですね、ますます周りからも自分を愛されることになりますので、結果ですね、自分を愛することで、周りを愛することにつながって、周りからもですね、愛されることにつながりますからね、そういった意味で、自分を受け入れて、自分を認めて、自分を許してですね、自分を愛することが、大事になってきます。ただですね、なかなか自分を受け入れること、愛することが難しいと感じる方もおられると思います。特にですね、愛着障害とか、アタッチメント障害の方はですね、そもそも、ある意味こう信頼するのは難しい状態、自分でもですね、信頼するのは難しい状態、ある意味で自分に自信がないとかですね、自分を否定する傾向がありますからね。ただだからこそですね、それだからこそですね、自分を受け入れる勇気を持つこと、自分を愛する勇気を持つことが大事になってきます。
人生もですね、自分を受け入れるほど、ますます受け入れたくなる人生になりますからね。反対にこう、自分を否定するほど、ますますですね、否定したくなる人生になりますので、生きづらさはですね、苦しみが発生することにつながっていきます。実は自分を受け入れることもですね、習慣で受けることは可能ですからね。その第一歩としてですね、まずですね、ノートとか、スマホのメモとかですね、LINE で一人のグループを作ってもらってもいいんですけどね。そういった部分にですね、自分のいいところとか好きなところをですね、思いつく限り書いていただくとですね、自己授与の習慣になりますからね。ただなかなか思い浮かばないという方はですね、まずは一日一つからで結構ですからね、一日一つ自分のいいところとか好きなところとかですね、を見つけていただいてですね、それを書いていくレッスン、書いていく習慣を持つとですね、それが自分を受ける習慣につながっていきますからね。ただそれでもですね、どうしても自分のいいところとか好きなところが見つかりにくいという方もおられると思います。そういった方はですね、まずはあえてですね、自分のネガティブな部分とか、嫌いな部分をですね、ノートとかに書いてもらってですね、それをどうすればですね、ポジティブな意味合いとか、好きな部分に変えるだろうとですね、視点を変えることでですね、ネガティブがポジティブに変わり、嫌いな部分が好きな部分に変わることにつながっていきます。例えばですね、短期っていうものもですね、視点を変えると、感情表現豊かというふうに言うこともできます。またですね、弱気ってこともですね、視点を変えると慎重というふうにも言うことができます。そんなふうにですね、物事は必ずですね、いい面と悪い面でできてますからね、必ずあります。そういう意味でこう、物事はこんな感じでこう、丸の部分と罰の部分必ずありますからね、そのどちらを見るかでですね、それを受けることができるか否定するかにつながりますからね、そういった意味で、自分のダメな部分をですね、ダメだと判断して見ていくとですね、ますます罰をしてしまうんですけどね、反対にこう、自分のいい面、丸の面を見ていくとですね、ますます丸をしたくなる自分だって、それが受け入れる習慣になりますからね、ただ罰もですね、転換するとですね、丸に転換することは可能ですからね、いい面、悪い面があるということは必ずいい面がありますからね、そういう意味でこう、あえてですね、自分のネガティブな部分とか、嫌いな部分を書いてもらってですね、これをどう視点を変えればですね、いい点とか好きな点に、転換することができるのかと、視点を変えることでですね、自分のネガティブな面がポジティブに変わり、嫌いな部分が好きな部分に変わることにつながっていきます。それがですね、自分を受ける習慣になっていきますからね。またそれでもですね、なかなか自分を受け入れることができないという方はですね、そういった方は、まず自分の本当の価値に気づくことも大事になってきます。人の価値というのは実はですね、存在価値と、まあ、付加価値というものがあります。存在価値というのはですね、まさに存在している価値、生きている価値になってきます。あと付加価値はですね、何かを達成する とか、何かができた価値になってきます。つまりですね、何かをできた自分、何かを達成できた自分だから受けるんじゃなくてですね、ありのままに存在している価値に気づけるとですね、存在しているだけで、丸をすることができますからね。生きてるだけで丸そうすることができますから、そうすることでですね、それが自己授与につながりますからね。実は冷静に考えるとですね、何かを達成することも存在してないと達成できないですよね。何かをですね、実現することも生きていないとできないんですね。そういった意味でこう、ベースとして存在とか生きているという価値があるから、生きているからこそ、何か達成することもできますからね。そのことに気づくとですね、その、存在価値の大きさに気づいて、存在価値、自分自身をですね、受け入れることきっかけにもつながりますからね。実際ですね、存在価値の大きさをですね、地球大とすると、付加価値の大きさはですね、何かを達成する付加価値の大きさはですね、その地球の中の立つですね、家一軒分くらいの大きさだと言われています。つまりですね、地球がないとその中に家も建ちませんよね。そういった意味で、それぐらいの大きさの価値の差がありますからね。海にいるとですね、海の水が、存在価値ですね。その海に注ぐ一滴の水がですね、付加価値みたいなもんですからね。それぐらい圧倒的な差がありますからね。そういったふうにですね、その、当たり前で気づけない、見逃してしまってるですね、自分の存在価値、生きているだけの存在価値をですね、再認識していただくとですね、自分を受け入れるきっかけにつながりますからね。つまりですね、自分の存在価値を再認識してですね、自分のいい面とか好きな面を見る習慣を持つとですね、自分を受ける習慣になってきてですね、自分を愛する習慣になってきます。そうすることでですね、周りに必要とね、愛を求める必要もなくなってきてですね、自分で自分を愛することができますから、不思議とですね、周りも愛することができるようになっていきます。その結果ですね、周りを愛するから周りからも愛が返ってきますからね、結果的に、自分を愛することで周りからも愛されることにつながっていきますからね。
まとめていきますとですね、愛着障害、アタチメント障害が楽になる、一つの習慣としましては、自分を受け入れる習慣を持つことですね、そのためにまずはですね、過去ですね、過去の愛着形成ができなかった過去を受け入れてもらってですね、その上で自分自身を受け入れですね、自分のいい面とか好きなところを見てもらってですね、自分を受け入れることが大事になってきます。そこでまた、自分の存在価値ですね、存在している方だけで自分はすぐ価値があるんだということを再認識するとですね、それがですね、自分を受け入れるきっかけにつながりますからね。そのように自分を受け入れて、自分を愛することができると、周りも余裕ができてですね、周りも愛することができますからね。で、周りをこちらから愛することで、周りからもこちらも愛されることになりますからね。そういった意味で、こう、自分を受け入れて自分を愛することでですね、周りからも愛されることにつながってきまして、愛着障害とか、アタッチメント障害が楽になることにつながっていきます。またですね、この動画で語りきれていないですね、愛着障害、アタッチメント障害が、についてとかですね、楽になるポイントをまとめた、ブログのページのリンクもですね、この動画の概要欄とか、コメント欄の方にリンクを貼っておきますからね、より深い部分から愛着障害、アタッチメント障害が楽になりたいという方はですね、ブログの方もチェックいただいて、少しでも楽になるきっかけとしてご活用いただけたらと思います。あとですね、愛着障害、アタッチメント障害は言い換えると、生きづらさでもあります。生きづらさは、習慣を変えることで楽になることが可能です。そういったですね、生きづらさが楽になる習慣をまとめた私の本ですね、生きづらさ卒業の教科書という本も出版しておりますからね、こちらもこの動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、習慣とかですね、生き方を変えてでも愛着障害、アタッチメント障害が楽になれているという方はですね、本の方もチェックいただいてですね、ご活用いただけたらと思います。あとですね、当院では対面、直接お会いしての、カウンセリングとか、施術とかですね、オンライン、ビデオ通話、ライブやりでの、カウンセリングも行っておりますからね、こちらもですね、カウンセリングについても、詳しくは、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、本気でですね、愛着障害、アタッチメント障害が楽になりたいという方は、チェックいただいてですね、カウンセリングもご活用いただけたらと思います。はい。あとですね、この動画が何か少しでも参考になったとかですね、ピンときたとか、楽になったとか、軽やかになったとかですね、安心したとか、何か希望の光が見えたという方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録の方もお気軽によろしくお願いします。はい。で、最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。